アクテンドで順延されていた2020年の海外女子メジャー最終戦全米女子オープンの最終ラウンドが14日日本時間15日未明に米テキサス州ヒューストンのチャンピオンズ GC サイプレスクリークコースパー716399ヤードで再開。 単独首位で18ホールに臨んだ渋野ひな子22、サントリーは2バーディー、5ボギーの74とスコアを3つ落とし、通算1アンダーの4位でフィニッシュ。作家の英具全英女子オープンに続く日本人選手初のメジャー2冠制覇を逃した。首位に5打差の9位タイからスタートしたキム・アリム25、韓国がラスト3ホールでバーディーを奪う大逆転劇に成功。 通算 3, 3アンダーで、エイミー・オルソン28、アメリカと世界ランク1位のコ・ジンヨン25、韓国を1打差で抑えて、米ツアー初優勝をメジャーの舞台,舞台で達成した。渋野に続く日本勢は、高橋彩香22、東芝が通算4オーバーの11位、タイと奮闘。岡山絵二22、ニトリと笹生優花19、不走カントリークラブが、同5オーバーの13位。 タイに、畑岡那社21、アビームコンサルティングが、同7オーバーで、23位タイにそれぞれ入った。自分らしいゴルフができなかった。ショットとパットが噛み合うのがあまりにも遅すぎた。渋野が最終ラウンドで、初めて大会を通じても26ホールぶりとなるバーディーを奪ったのが、13番パー 5, 5、524ヤード。この時点で、共に最終組を回るオルソンに逆転されていて。 さらに3組前でプレーするキムはゾーンに入ろうとしていた。15番パー4、366ヤード以降はすべてパーオンを達成するも、16番パー3、178ヤードで3メートルの、17番93ヤードでは8メートルのバーディーパッドを沈められなかった時点で、万事休す。失意から17番ではパーパッドも外した渋野は涙をこらえながら最終ラウンドを振り返った。 自分らしいゴルフがなかなかできなかった。頑張って体を動かそうと思っても寒さで動くこともできず、ショットもグリーンに乗らない中で、耐えられるところは耐えまくって、という感じでしたけど、やっぱりそういうゴルフでは、メジャーでは通用しない、とすごく思いました。最終ラウンドでは、やや距離が縮められたものの、それでもアンダーパーで回ったのが、木村4人の、韓国勢を含めた6人だけという難航数。 月曜日に順延される原因となった前日の大雨で、水分を吸ったフェアウェイは、ランが出ず、落ちどころによっては、ボールに泥が付着。拾い上げて汚れを取り除けるプリカードライも運用されない中で、最高気温も6度まで下がり、冷え込み続けた。前半,半だけで、スコアを2つ落とし、気持ちを奮い立たせて臨んだバックナインの、10番パー4、397ヤードでは、フェアへ右へ、会心のドライバーショットを放ちながら、 ボールにべっとりと土が付着。重心が微妙に狂った状態で放たれたセカンドショットで、ターンオンができず、1.5メートルを残したパーパットをカップミリに、わずかに外した瞬間に、2日目から守ってきた首位からも陥落した。土が付着したボールを辛かったですねと振り返った。渋野だが、凍えるような寒さも含めて、決勝ラウンドを戦うすべての選手が、同じ条件下に置かれていることを思い出したのか。 間髪入れずに私だけじゃないですし、そう考えれば、仕方のないことだと思いますと続けた。その上で、2位に3打差をつけて、予選を通過しながら、3日目と最終日で、共に3つずつスコアを落とし、最終的には、2打差で頂点に手が届かなかった理由を、メンタルの弱さに気に帰結させた。1日目と2日目を見ると、自信を持ってもいいかなと思いましたけど、3日目と4日目になり、プレッシャーがかかってくると、 結局はショットをグリーンに乗せられなないんだなと、正確性を欠いたショットはパーオンの回数に反映されている。予選ラウンドは18ホール中で15および14で推移した数字は3日目で11に、最終日には7へと著しく減少。特に最終日の前半はショートホールを除いた7ホール中でわずか1度しかパーオンを達成できなかった。 2番パー4、397ヤードではティーショットを左ラフに打ち込み、さらに2打目を目の前の木の枝に当てて、ボギー。バーディーを狙いに行った5番、パー5、484ヤードでは、得意とする76ヤードの距離から放った、3打目がまさかのトップ。グリーンをキャリーで超える痛恨のミスを犯してしまった。もっとも、5番では 4, は4打ち目で絶妙なアプローチを成功させて、パーをセーブ。 ガードバンカーからの3度セーブも2度とも成功させ、1パットでターをセーブした、神経をすり減らすようなホールも6を数えた。快進撃を演じた昨年だけでなく、思うような結果を出せずに苦しんだ今年の秋までの戦いでも、搭載されていなかった武器の存在に渋野も手応えを深めている。今までと違うのは、アプローチショットを打つ時の心境であるとか、パーパットを打つ心境というものがすごく変わってきている点だと思うので。 この4日間で、ダブダブルボギーを打たないゴルフができたことは、すごく成長したのかなと思っています。全英女子オープンで頂点に立って、世界中を驚かせ、昨年の日本ツアーでも、4勝を挙げて、賞金ランク2位となる原動力になった。例えるならば、イケイケドンドンのゴルフでは勝てないと思い知らされ、悔しさを募らせ続けた日々で、渋野は新たな戦いが自らに課してきた。 耐えて、耐えて、我慢を続ける中で、チャンスを見極めて、集中力を極限まで高めて、貪欲にバーディーを奪いに行く。耐えるために、必要なのがショートゲームであり、パッドの正確性となる。これらを今大会で実践できたが、残念ながら、爆発力は生み出せなかった。ここぞという場面で、確実にパーオンを成功させ、スコアを伸ばしていくプレイスタイルを、来年以降に求めていくと、渋野は前を見据えた。 前よりもアメリカでやりたいと思えた。そして今回戦ったことでその時よりもさらに強く思った。この悔しい気持ちはアメリカツアーでしか晴らせない。またここで絶対に戦いたい。そしてこう続けた。来年はやっぱりアメリカツアーに参戦するためにもスポットで出させてもらえる試合で結果を残すことと、あとは自分で作り上げ始めたこの新しいゴルフを完成に近づけていけるように努力したい。 新しいゴルフを完成させるためのヒントも得た。キム・アリムの怒涛のフィニッシュを間接的に把握し、いい意味でメンタル的にも開き直った15番以降の4ホール。前述したようにすべてでパーオンを成功させ、最終18番、パー4、381ヤードではロングパットをど真ん中から沈めて、意地のバーディーをダッシュ。トレードマークとして海外のメディアやゴルフフファンも注目する会心の笑顔を輝かせた。 最後は、いい締めができたとは、思います。だからこそ悔いはないかな、と。4位に終わって、メジャー2冠獲得を逃した結果、そのものには悔しさを募らせても、どん底の状態から取り組んできた、自分を生まれ変わらせるための、トライの数々に、悔いは残していない。自己改革の延長線上に、正確な技術と、チャンスを絶対に逃さない強靭なメンタルを融合させた姿を思い描きながら、 2020年の最終戦を右肩上がりで終えた、渋野橋橋のオフで、英気をや、次のオーディオビデオでお会いしましょう。